すいません、すいません、もうどうしようもなかったですもん。動けなかったんですよ。ほんと動けなくて、もう世の中おかしいと思いましたもん、だって。IQレスラー、桜庭和志。事実、彼という存在がなければ、プライドはここまで発展していない。観客にまた会場に来たいという気持ちにさせるという彼の強いこだわりがあったから、だから観客は彼にファンタジスタであり続けることを望んだ。しかしここはリアルな戦場、ファンタジスタの旬は短い。重圧と怪我、思うようにならない苛立ち。やればやるほどバカを見るんです。一生懸命やりすぎたらもっとふざけてやれば。嘘。しかし彼は死ななかった。全ての怪我が癒えるにつれ蘇る思いとは。4月、必勝宣言とともに取り戻した歓声。今年は全勝、ここで僕が一番上に。最大の難敵、寝技世界一ヒカルド・アローナ。勝つための技術だけを知り尽くす優勝候補がファンタジスタの復活を抑え込む。桜庭勝利の確率は低い。勝利とスペクタクル、2つを求めもがき苦しむ男。決勝ラウンドに残れるかどうか、高校受験を控えた学生みたいな気持ちで。敗れるかもしれない、再び無様な姿を晒すかもしれない。そもそもプライドに彼が必要かどうかは観客が決めることなのかもしれない。彼は逃げない。桜庭和志という生き方。桜庭和志 VS ヒカルド・アローナ。本日の第7試合、プライドミドル級グランプリ2回戦を行います。青コーナーよりヒカルド・アローナ選手の入場です。45,102人、埼玉スーパーアリーナ超満員。アブダビコンバット連覇、寝技世界一、ブラジリアンボルケーノヒカルド・アローナの入場です。グランプリは大会の1週間前に左足首の靭帯を痛めて欠場。試合を見ながら、俺は試合を見る側の人間じゃない、やはり戦う側の人間だった。そう思ったら自然と頬を涙が伝いました。このグランプリ、俺には特別な思いがある。今まで無駄にしてきた時間を、失われし時を取り戻すの。そしてそれとは別にもう一つ、今日の戦いにかける思いがあります。それは桜庭。もともとこの男がプライドの扉を開けたのは桜庭を追い求めてのことでした。柔術の選手を次々となぎ倒していた男に、柔術こそ最強を教え込むため、この男はこのリングを
目指したんです。この T シャツの下、右肩から背中にかけて体に彫り込まれた5匹の虎、大勝負のたびに1匹ずつ増えてきた虎のタトゥーとともに、桜庭への思いも一つまた一つと重ねられてきました。つまらぬ戦いと笑えば笑え、それでも俺は勝ちにこだわる、何をやろうが俺は勝つ、この戦い死ぬか勝つかだ、ヒカルド・アローナです。赤コーナーより桜庭和志選手の入場です。怪我に苦しんで苦しんで苦しんで、翼を温めさせることすらできない日々でした。もどかしさを押し隠して、それでも桜庭は戦い続けました。でももうあの苦しみは去りました。プロレスラーは本当は強いんですと叫んだあの頃の、グレイシー一族を次々と沈めていったあの頃の、我々が全ての夢を託していたあの頃の桜庭に今日は戻っているはずです。その強さをこの埼玉で、初めて桜を散らしたこの街で、初めてプライドを砕かれたこの場所で、もう一度私たちに見せてほしい。届けこの思い、決勝ラウンドへ。灼熱の空に舞う桜吹雪、もう散ることはない、もう桜は死に染まることはない。プライドのファンタジスタ、桜庭和志リングイン。プライドミドル級グランプリ第7試合を行います。青コーナー180センチ、 92.2キロ、ヒカルド・アローナ。隠れた優勝候補、寝技世界一、ヒカルド・アローナ。赤コーナー180センチ、 87キロ、桜庭和志。日本が誇る一流レスラー、桜庭和志です。さあ高田さん、はい、桜庭が今日は高校受験を控えた中学3年生で登場してきましたが、はい、さあこのアローナに対してどんな戦いをするのか、ともすれば膠着に追い込んでいくのがこのヒカルド・アローナだが、それは許さないであろう桜庭和志。さあ決勝ラウンドに向けて桜庭和志のこの戦いが今始まります。どう思ってきますかね桜庭は。
まずね、あの本当にこうオーソドックスな綺麗なパンチじゃないけどもね、強くて効くパンチに出してきますからね、アロナ選手は。あ、なるほど。あれ舐めない方がいいですね。はい、戦いは面白くなくてもいい、勝てばいいんだというヒカルド・アローナ。ただ桜庭は常にファンの目を意識した楽しませる戦い方をしていく、だからこそファンタジスタと言われるゆえん。左から右、ただこのアローナは簡単に勝てる相手じゃないですね、高田さんね。硬いですよ。硬いですよね。鉄壁の守りを持ってますからね。このアローナから一本取ることができれば桜庭のまさに復活ということが言えると思いますが、さあ、はい、来ました。さあ右ロック、最後の右ロックが顔を捉えました。あ、そうですね。さあ小池恵子さんはどんな思いでこの桜庭選手のこの試合を見つめてますか。胸が苦しいですよね。もう一度夢を見させてほしい。あ、本当ですね。あと膝だ。この体勢は危ない、この体勢は危ない。強烈です。立ち上がった。あ、大丈夫です。怪我しないで勝ってもらいたいです。今のアローナ選手が、ね、4点からの膝も非常に鋭角的で、ね、きついですよ、はい。そうですね、すぐ逃げたでしょ、あれもらっちゃいけないと思う。そうですね、あのまま行ったらちょっと危ないシーンでしたね、ガードの上風もきそうでしたね、ただこれまではあの膝の痛みがあってなかなかあの体勢からでも逃げることができない桜庭でしたが、体調は本当にいいみたいですね。高田さん、絶好調です、ね、過去最高と言ってもいいぐらいですね、はい、400% って言ってましたね。本当そう言ってましたね、なかなか言いませんね。昨日の会見で過去最高の 400% の仕上がりだというふうに話していました。今なら今残っている残り誰でも決められる、そんな話もしていた桜庭です。あの去年の末に2ヶ月間肋骨を折って休んだのが良かったみたいですね、はい、あれで完全に膝が回復しました。そうなんですね、さっきのね、アローナも左足にタックル行ったじゃないですか、はい、このタイミング良かったんですよね、やっぱアローナ選手、ね、守りが上手いですよね、切りましたからね、はい、打撃でいくという頭は桜庭ないですか。当然ありますよ、左のミドル、これもちょっと浅い、アローナがスッとスウェイしていきます。当然ありますけども、アローナの打撃も強いですからね。そうですね、打撃も決して下手な選手ではありません。そうなんです、ローキックも強烈ですよ、はい。さあミドル、これを捉えた、バックを取った、バックを取られた桜庭。さあ上から追いかけされる、そしてスピードチョークに行こうとした。スピードチョークに行こうとしたんですね。やってましたね、カルドアローナ。あのノゲイラが使った新技スピードチョークを今かけようとしましたが滑りました。彼らみたいな技術が高い選手だと、入る手前で抜かないと抜けないですから、ね、なるほどね、もう入った、閉まったと思ったらもう終わりですね。抜けませんね、パワーもありますから、はい、あの寝技世界一を決めますアブダビコンバットを2年連続制覇しているヒカルド・アローナ。ただミドル級グランプリは前回は怪我で出場できませんでした。今回はその思いでこのリングに上がっているアローナ、あの時は涙を流したそうですね。アローナ選手は非常に、ね、ファンの支持が高いんですよ、アローナがいないね、グランプリで優勝したって一番じゃないと、そういう声が多いんです。なるほどね、それだけね、認められてるんですよ、強さ。あ、ハイキック、これをかわした。さあ桜庭テイクダウンですが下から三角、さあ足を取るか、立ち上がって右付けにかわる、右のパンチ、踏みつけと見せかけて右のパンチが飛んでました。2回連続、はい、さすがさすが桜庭選手、さすが桜庭ファンタジスタ。これがファンを、ね、引きつけるゆえんですね、ごちゃんね。ねえ、今もうどっと会場の温度がまた一度上がりましたね。相手は柔術出身寝技世界一アローナ。ただ桜庭はこの柔術出身者との対戦成績は10戦7勝勝率7割の柔術キラー。だからこそアローナはこの桜庭と戦って勝って柔術こそ最強であることを知らしめる、そんな言葉を下げてこのプライドに乗り込んできました。今の蹴り強いですね。強いですね、強いです。最終的には寝技でと思っているかもしれませんが、それまでのこの打撃も本当に強いアローナ、はい、立ってよし寝てよしですから、桜庭がしゃがんで戦いますなんてことをね、そうですね、冗談で言ってましたけども、はい、まさにその通りのこのアローナですから、この桜庭も非常に慎重、どう、あー、ローキック、今のローはいいキックです、ね、どう攻めていくのか、打撃だけで簡単にいけるほどこのアローナは簡単ではありません。
四つ相撲になっても多分強いと思うんですよ。あ、組み合ってもね、足腰が、本当はさっき最初に出したあの片足タックルですね、ですね。ただ一回槍を切られたことによって桜庭が出せなくなりましたね。そうなんです、あ、左から右、危ない、あ、そう、膝だ、危ないぞ、右、あっぱ、危ない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 、飛び込んできた、どうだ、ちょっともらいましたよ、もらいました、右を返す桜庭、ちょっと一瞬あの危なかった、パンチをもらった、持ち上げましたアローナ、ちょっと嫌だね今パンチが、はい、そしてあの膝ももらって一瞬、はい、体が黒字になってそこからパンチをもらった桜庭、大丈夫か、ダメージはどうか、ちょっと切れるような右ストレート、もらいましたね、危ない、ちょっとちょっともらわない、まっすぐ下がってる、まっすぐ下がってる、危ない、危ない、危ないぞ、足を取った、あのバンダレシューバ戦思い出しますね、あの形はね、今のねシーンがね、若干ですね、さっきまっすぐ下がる癖があるんですよね、染みついてるんですね、回って下がればいいんですけど、あ、しかしこれ最後に来ましたよ、最後に来たの桜田、さあ腕を取る、一呼吸置いて、一呼吸置いて、いいのもらってるんで、あ、逆に腕を取られた、危ないですよ、危ないですよ、ほらキックで来るぞ、さあこれは膝が来る、危ない、膝が来る、膝が来る、危ないぞ、危ない、危ない、危ない、入ってますね、あ、そう、首が、首は入っている、首は入っている、その間にちょっと嫌な姿勢だ、嫌な姿勢だ、今大丈夫、大丈夫って今言ってました、まだ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫、大丈夫、頑張れ桜田、日本の期待、桜田和志、攻めが厳しいですね、お前首元もこれ気をつけないと、そしてこの膝にももちろん気をつけないと、はい、これ逃げられませんか、難しいですね、危ない、スピニングの調子で厳しい、そうですね、このままくるっと反転させて、はい、回転させてスピニング表記に入ってくる可能性もあります、あまりもらわない方がいいな、ちょっとこれも逃げられないですね、桜庭が厳しい状況になった、桜庭首抜きたい、抜きたいですね、はい、しかしこれを抜かせてもらえるかどうか、非常にバランスよく今キープしてるんで、相手は寝技世界一、ちょっと何か狙ってるぞ、アローナが何かを狙ってる、ね、何かをしようとしてる、もう一回膝か、もう一回膝、ただこれその後考えてますね、アローナが何か、はい、危ない、あー、トビー、これは完璧に捉えた、完全に捉えました、右の膝、よくないね、この体勢、よくない、よくないです、うん、入ってるよ、危ない、危ない、ただただまだ目ははっきりしている、あーと、ここでここでかわした、首あーと、赤いまた首を取っている、そして今、アローナよくしのいだ、今あの攻撃をよくぞしのぎました、桜庭和志、あれ波の選手なら KO ですね、終わってますよね、首絞められてるか、いやよくぞ抜け出しました桜庭、ちょっと一呼吸置きたいね、いやでももう攻めに入ってますね桜庭、はい、いやしかしダメージも相当あるでしょうけどね、これは足を取ります、アキレスのあたり取ってますが、はい、あそこはもう警戒してますよね、足首が、サイドに回れるか、あ、腕を取る、逆にアブロックに行こうとしているアローナ、あ、耳から血が、そうですね、耳から出血します、耳から血が出てますが、これ大丈夫ですかね、耳が切れたってことでしょうかね、であればいいんですけど、中からだと、ね、はい、膝の衝撃でってことはありそうで、危険です、それは危険です、かなり膝攻撃を頭に受けてましたが、さあアローナ、おう、捕まえろ、捕まえろ、立ち上がりました桜庭和志、長い長い、おっとここでタイム出血、あ、そうですね、やはり見ますね、ちょっとあの耳からの出血が非常に気になります桜庭、ドクターが今リングに向かいます、左の耳からですが、これがあの摩擦で耳が切れての出血だったらやればそんなにダメージはならないんですが、あれが内部からの出血だと、先ほどから受けておりましたこの膝攻撃、これが何らかの影響を与えているとすれば大変ですが、あ、大丈夫ですね、あ、大丈夫です、後ほどまた情報が入ると思いますが、今も血が止まっているような感じ、あ、これは安心しました、さあ再びスタンディングになった、あの片足タックルに桜庭がいけるかどうか、いけないとすればどういう形で捕まえるか、あるいは打撃で最後までいくのか、ああやってガードするんですよね、ちゃんとね、決して綺麗じゃないんですよね、
反応はいい、はい、アッパー来るぞ、膝も来ますね、膝を逆に出した桜庭、いいですよ、角度もいいですね、あと10秒近い、コーナーサイドに持ってこられて、さあ動けなくなった、アローナも手を捕まえている桜庭ですが、宮城さんがなくなってきています、はい、桜庭の出血の状況ですが、耳の腫れている部分が擦れて切れただけなので それほど大きな問題はないと思います。あ、そうですか、分かりました。竹下アナウンサーからリポートが入りました。ここで第1ラウンドの10分間が終了。桜庭の怪我は問題ありません。苦しい中を乗り越えてなんとか10分しのぎました桜庭。これから第2ラウンドです。やはり影の優勝候補と言われるこのあのパンチが効きましたね。そしてあの後の膝からアッパー、やはりこの右危なかったですよ。ではない、一瞬グラッとしたんですよね、はい、この後よく返しましたし、もうこれはもうハートしかないですよ、精神力しかないですよ、この野郎っていうもんですね、もう危ない、このままなんだ。でこの後もちゃんと足を取りに行ってる。そしてこの後ずっと続いたのがこの頭部への膝攻撃。いや、英子ちゃん、これはもう見てるのが痛いぐらいの、ね、シーンでしたね。本当に止まらずいろんな手が出てきますからね、アロナ選手は。そしてここで抜けたこの瞬間、もう英子ちゃんも飛び上がらんばかりの喜び方でね、やっと抜けてくれたというね、そんな感じだった。こういつも、通常であればあの蹴ってきた膝を取るんですけどね、やっぱり引きが早いんですね、あ、なるほど、引きが早い、はいはい、あのまま膝を置いておいてくれれば取れるんですよ。なるほどね、はい、すっとこういう風に返してくるんですね。取れないんですね、あの瞬間よく桜庭が見抜きましたね、あそこに隙があることを。そうですね、あのパンキックを打った瞬間に緩むというのが分かったんでしょう。さあ、そして、あ、惜しかったですね、腕を取りに行ったんですが、いや、この寝技世界一、桜庭は誰が決めたの、そんなことっていう風に言ってましたが、すごい、今のも波の選手なら決まってますよ。そうですよね、もうね、サクが腕を取りた時にはもう体照らして抜いてましたから、ね、あ、なるほどね、これはまだまだグラウンドの攻防、かなりレベルの高い攻防が続きそうです。これから第2ラウンドの5分間が始まります。ギリギリまで座っている桜庭和志、ダメージは果たしてどうでしょうか。ラウンド2、日本のエース復活へ、桜庭にとっては最大の試練を迎えています。対戦相手は影の優勝候補と目される寝技世界一、ヒカルド・アローナ。ブラジリアントップチームが送り込んできたこのヒカルド・アローナが桜庭にとっては大きな壁になっています。中に出てもらえませんもんね。そうなんですよ、どう持ってきますかね。まずは内側へのキック、ローキックで攻めていきます。壁が多分厚いと思うんですね、ハイキックかました、はい、足を取りに行く、これも軽く見切っているアローナ。ヘッドロックに入ります桜庭です。しかしこういうトラブルになったところもアローナがいつの間にか自分の体勢になったりしますので、ね、それが怖いですね。有利なポジション取ってますね、今は腕を取っているのはアローナが抑え込んでますが、ラブライナーに、それで、あ、このパンチももらわない、そうですね、危ない、右手を抑え込んでパンチを出そうとしていたアローナ。今のパンチも倒せるパンチですから ね、キレがありますから、ね、まさに勝手を締めてよし。あのボクシングのブラジル代表チームのトレーナーのルイス・ドレアさんのところに、あのホジェリオとマリオ・スペーヒーとブスタマンチとみんなで行ってじっくりと練習してきたみたいですね。相当な打撃の練習もしてきています。常にモデルチェンジしてバージョンアップさせないとこのリングでは勝てない、生き残れないんだというふうにアローナは話していました。もともと寝技で世界一の実力を持つと言われているアローナが打撃のテクニックを身につけた時にはコンプリートファイターへの前進します。やらない、いや今見切りました、大丈夫、一瞬、あ、切れましたね、左の目が切れています。あのね、目がもう青くなってます、左目が、このパンチキックを受けた部分もありますけど、今のキックが一瞬かすめた、目が青くなってますね、目が青くなってます、見えないですね、これ、あ、腫れましたね、はい、完全に腫れています、何かと言ってるかもしれないですね、これ、あ、そうですか、はい、もう目が塞がってます、左目が、
あ今そのあその辺りあそこを抑えている。あこあちょっとねこれ左目がもう見えてない。見えてないですね。左目が見えていません。桜庭アローナもしかしえげつない攻撃しますね。ドクタージップしちゃう。あはい、これはちょっと微妙です。桜庭キックのが当たったんですかね。私は見切ったかと思ったんですが、バキッと音聞こえましたね。そうですか。ちょっと目の表示失敗ですね。はい、さあ見てみましょう。あ見えない、今見えない。今の瞬間かな。今の瞬間ですかね。この後はあこれですね。あ当たってますね、はい、指先が当たってますね。別な角度からもう一回見てみましょう。これではないですね。はい、今のところですね。今の左のキックがどうやらかすめたかに見えたんですが、足先が走って顔面を捉えたようです。さあこの後のシーンだと思いますが、ちょっとあれじゃ視界がもう全然ないですね。さあこれですこれです。あこれですね。あちょうどつま先あたりが当たってるんですね、はい、さあそして左の目がかなり腫れてます。切れているところよりもその腫れの方が気になりますが、全く左の目の視界がなくなっているような状況ではないかと思われます。これ左目見えないですよ。そうですよね、この状態では。これはこのままいきますと続行不能の桜庭の敗退ということになってしまいかねませんが、左目のまぶたのあたりが切れています。ただそれよりもあのキックの衝撃で腫れ上がっている左の目、そして先ほど高田さんが言われた眼窩底骨折の恐れももちろんね、はい、ダメージがもし強ければ可能性もありますが、腫れるのは早いですからね。あ腫れるのは早い、はい、はい、あっという間でしたもんね。あっという間です。蹴られた直後にも腫れてましたから、腫れ上がったところをアローナ選手は手でミート押さえつけてましたからね、してましたね。これはドクターチェック。さあどうでしょうか。これはやりたいしどうなんでしょうか。続行みたいですね。できるんでしょうか。汗を拭いてますからね、できるんでしょうね、はい、再開されます。さあ桜庭ここから果たして蘇ることができるか。先ほどのシーンから再開されます。同じ体勢からです。先ほどストップドントムーブの声がかかったあの体勢から試合が再開されますが、さあ桜庭のただこれ視界がおそらくほとんどないでしょう。左目あっとその上からギロチンで攻めていくアローナ。この辺りの攻め方はねちこい。今のこの左のパンチもキックパンチですからね。そうですね、はい、コツコツじゃないんですよ。さあ腕を取りに行く。そして回転して桜庭が、さあ今度は首を取りに来て、また膝が来る。またアローナの膝が飛んでくる。桜庭逃げてくれ。桜庭逃げてくれ。これは危ない。あまりにこの体勢だと止められますからね。そうですね、はい、桜庭逃げてくれ。危ない。桜庭再び鮮血に染まった桜吹雪。あの意識はしっかりしてますから、あ大丈夫です。初めてバンダレーシューマの前に桜が散ったこの埼玉スーパーアリーナ。あーまた膝が飛んできている。危ない。これ左の膝脱出してくれと言ってもね、今マウスピース取れました。桜マウスピースが飛んだ、バランスよく乗られてるから受けられないんですよ。がない、体のあのバランスで上からあの大きな上半身でもってね、そうなんです、押さえつけてるんですね。さあかわすか。うわーこのバランス、アローナが逃がしません。そしてまた膝が飛んでくる。じわじわと桜庭にダメージが与えられていきます。佐久もねここから逃げるのものすごくうまいんですよ。うまいですよね、でも逃がしてくれない。大丈夫ですか。あの体とそれからの手がきれいに服されているのか。どうした。残りはあと1分。第2ラウンド残り1分、しのぎたい桜庭。さん桜庭の怪我の状況ですが、まず切れた傷はまず問題ないと、はい、で腫れがひどいので、はい、この腫れがもうちょっとでもひどくなると、試合を止めざるを得ないというドクターの見解です。ちょっと今左のハイキックが顔面入りましたね。あっともうほとんど立てない感じの桜庭だが大丈夫か。まだレフリーのストップは入らない。時間はもう間もなく、あっと危ない危ない、あもうちょっと足を取りに行けないですね。桜庭が先ほどまではあの足を取りに行けたんですが、一生のごとく蘇ってほしい。
そう願って桜庭をリングに送り出したファンが見つめている 45,000 人、埼玉スーパーアリーナ。今頑張ってね、杉村、あと10秒、あと10秒、しのげ桜庭、しのげ、時間はもうほとんどない。第2ラウンドが終了しました。真紅に染まった桜吹雪、晴れ上がった桜庭和志、果たして戦えるのか桜庭。第2ラウンドが終了しています。違う違う違う、そして今タオルが投げ込まれました。ヒカルノアローナ、ヒカルノアローナ強し、桜庭和志、決勝ラウンドに進むことはかなわず。ブラジリアントップチームが送り出した寝技世界一、ブラジリアンボルケーノヒカルノアローナが決勝ラウンド進出です。いや、アローナ強かったです。強いです、強かったです、本当に強いです。さすがに影の優勝候補、そして何としても決勝ラウンドへ、その思いでリングに上がった桜庭、何としても復活してほしいと。まあ、ね、左の顔面が破壊された桜庭、これは高田さん、はい、骨折の可能性もありますね、はい、あの左目がひどいですね、両目、いや左もそうですが、はい、右目の上も、はい、目の上も完全に腫れ上がりましたね。ネグちゃん、この状況で言葉をかけるのは難しいかもしれませんが、桜庭選手に声をかけるとすればどうでしょうね。お疲れ様でしたが、一言ですよね。だって本人的には絶対に悔しいのは伝わりますし、はい、桜庭和志が顔を隠してリングを降ります。桜庭決勝ラウンド進出は叶わず、今無念の思いを抱えてリングを降ります。まだ戦いは続くはずでした。桜庭の戦いはまだ終わらないはずでした。桜吹雪は知ることはない、桜吹雪はもう血に染まることはない、そう信じて見送った私たちでしたが、桜庭和志、ブラジリアントップチーム、あのヒカルノアローナの前に血に染まり、そして顔面が破壊された。桜庭がゆっくりと花道を後にする、あまりにも悲しい明暗。桜庭、このダメージは大丈夫なのか。桜庭にとってはあまりにも悲しい結末になってしまいました。埼玉スーパーアリーナを後にする桜庭和志です。オッキの虎が舞うヒカルノアローナのその体、やはりこの男本当に強い、心底強い。前回のミドル級グランプリは無念の欠場、戦う側の人間だった、俺は見る側の人間じゃなかった、そう思ったら頬を涙が伝って止まりませんでした。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラとがっちりと抱き合いました。カルド・アローナ、これはもしかすると頂点まで行くかもしれない、そんな力を感じさせる桜庭和志との一戦でした。そして柔術は世界最強、そのためにこのプライドのリングにやってきたヒカルド・アローナ、その思いは桜庭を倒すことによってのみ果たされる、その思いは4年の月日を経ってついに叶いました。4年越しの思い、桜庭との初対決、ブラジリアンボルケーノヒカルノアローナ強し、桜庭和志を完璧に粉砕。8月の決勝ラウンドに進むことを決めたのはこのヒカルノアローナです。ベジョーマリオーナ、
pai, minha mãe, Manuela, família. Valeu, Brasil, Paulo, valeu, Itaquá. Paulo, Paulo, valeu, Niterói. Parabéns, Paulinha. Parabéns, Aé.